いろいろ部活もしてきましたしアルバイトとかもしてきましたけどもそれはまあ誰もやってることで当然のことっていうイメージで小さい頃から父の後を継ぐんだと思ったのでそれが頭の中心にもずっとあったのでその部活が大変とか勉強が大変とか友達関係が大変とかそういうのは一切思ったこともないし。 考えたことないですね。目的が一個もうずっと決まってたので、社長に私がなった経緯は震災がきっかけ大きなきっかけだったと思います。実はあのもう少し先の予定だったんですね会長の考えとしては。ただ震災の時にどちらかというと若手の スタッフ、社員たちが中心になってその復旧、復興をできたのであこれはもうそういう時代でもいいんじゃないかと会長が思っていただいたみたいで少し早いけど試しに任せてみようかみたいな感じだったんだと思います不安はなかったです会長が作ったものを引き継ぐんだっていう気持ちしかなかったのでまあ強いて言えば 会社のスタッフに、会長が作った会社のスタッフに受け入れられるんだろうかとかそういった不安は多少ありましたけども、まあ、それはやるべきことやっていればいずれ受け入れてもらえるだろうと思ってましたんであまりなかったですね。今もそうなんですけど決まったとこのゴールにどうやって進むかが目的なだけなんでその途中つまずこうが失敗しようがうまくいこうがそれはその。 あんまり気にしないタイプですね昔から実際やってみては、うん、やるべきことをやろうとしか思ってなかったですしせっかくですから、まあ、会長がせっかく作ってもらった今のいいところを残しつつ少し新しい、えー、雰囲気や、えー、体制づくりができたらいいなと思ってました。 目的に向かって進んでいくってことを強制してるわけじゃない社風っていうんですかみんながやりたいと言えばやってみようよという形でどんどん進めていきますしあまり否定はしない社風っていうんですかね感じなのでそれが結,局的結果的にいい形に進むことが多いのでそれがうちのいいところなのかなと思いますけども。進め方としては どどんどん提案してきてきもらいますであまりにも外れてなければ、えー、ちょっと失敗しそうだと思ってもやっていいよっていう形にしてますそして失敗しても絶対にその個人を本人を責めないよかったねっていう,いう形をとってますどん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 提案して提案することが正解なんだよと。 ただ失敗しても前向きに失敗したんだったらいいよと,という形でどん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 そうするといい声がどん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 プラスな発言が出てきますんで結果はその方がいいかなと思ってますけどこの会社を作ってくれてるのは絶対皆さんのおかげですし会長があって今私があるのも皆さんあってのことだと思ってますで、ねえー、私が一番目的にしてるのが まあお客様のためはもちろんですけども、やはり働く皆さんが笑顔で働いてもらう、家に帰ったらお母さんの会社、お父さんの会社いい会社なんだね、頑張ってねとか言ってもらえるような会社づくりにしていきたいんですね。それがなくて売り上げだけが伸ばしたいとか利益だけ出したいとかは全然思ってないんです。やっぱみんな家族や社会に誇れるような。 会社にしたいと思ってますのでできれば一緒に一緒に作っていくというつもりでついてきていただけたらなと思ってます。はい、数年前から始めたんですけども通常のお弁当ではなくて少しカロリーを制限したお弁当を数年前から始めております。当初はそれほど 反響はなかったんですけどもまあ、時代が経つにつれ、その健康ブームなるにつれて、えー。もう根強い人気の商品に今なってきております。メインがそのお昼のお弁当なんですけども、お昼の満腹感だけを提供しているのでは、つまらないなと思ってるんですね。やはりお昼を通してお客様の健康。を。 作る手助けをしたいというふうに考えてます。というのは、えー、今あの現代ですが市場があっていますか結構核家族だったり友、えー、稼ぎだったり、えー、食事が不規則だと思うんですね朝はジュース1本もしくは食べないお昼は好きなそこら辺で外食して食べたり。 えー、お弁当をそこで買って食べたり夜は作る時間がないから外食ばっかりという家族が多いと思うんですねだからそんな時代だからこそこれを食べることによって10年5年後10年後健康に近づくかもしれませんよっていう気持ちで食べててもらってますすぐありがとうを言ってもらいたいわけじゃなくて本当に食べててよかったんだといずれもし思ってくれたら いいいかなくらののものですまあ中にはお客様の声で嬉しかったのは普段外食ばかりしてましたとお昼をただうちのお弁当と食べるようになってからは体重が減って健康診断がよくなりましたよとかいう声を聞,く聞かせてもらえるとあやっててよかったなと間違ってないんだなって思うこともありますね。幼稚園園園のの児に お弁当給食のお弁当を提供しているんですねそれもコンセプトは一緒で園の子どものこれが成長していく子どもの健康体づくりのためになるものを提供したい食育食材の勉強味の勉強食べ方の勉強そういったのを目的として始めているんですけども幼稚園から、えー、学生 大人、えー、その後は高齢者全ての方々にうちの食事を提供できたらいいなといい,いい食事を提供できて地域の皆さんが気づいてもらえるかどうかわかんないですけど一貫して食べていただいて健康になっていただけたらなっていうのが目標っていいますか夢ですね。皆さんに ずっと食べていただくご利用いただく地域として会社としては別に目立ちたいとかは思ってないんですねやはりお昼の食事で健康を提供する会社なので陰ながらあの会社は健康を重視してる会社なんだねいい会社だねと言ってもらえる会社になれればそれでいいと思ってますあとは社員が 働くスタッフが「いい会社で働いてるね」と周りとか家族に言ってもらえるような会社になれればあの会社の知名度なんかよりもそれが一番嬉しい目標ですかねうちのお弁当を選んでもらえるようなものづくりをしていきたいとは思ってます。のの健,健康だけ良くても 味味が美味しくないんんでは絶対選んでもらえないと思うんですよ健康で美味しくて満足できて衛生的安心安全全部がよ,よければ自然とお客様が「あうちのお弁当食べようかな」と思っていただけると思ってますので総合的にどんどん質を上げていける食事提供の形を作っていきたいと思ってますね。